あの授業デザインから考えるっていうふうに考えて、最初はそのストーリーで考えてたんですけども、多分今回の聴講者の人、そっちの話じゃなくて、まず成績評価、どうテクとしてやっていくのかって話も求められているかなと思いまして、<laughs> ちょっとストーリーを構成を変えました、なので、この筋ではないというところで、逆に夏で,ですことなはで、<laughs> すみませんあの、ご了解ください。ういます はい、あの話させていただきたいと思います。あの政策評価について、いろいろオンラインになることで不安に思われる方が多いかなと思うんですけども、ちょっと私の感覚、私の専門としてます。旧工学から考えるとですね、あまり実は変わらないんじゃないかなというふうに感覚を持っております。あのテストであれ、レポートであれ、あの、今回参加されている皆さんは、何かしらその評価をされてきた経験というのは十分にあるはずです。ただ、そのむしろ評価する項目っていうのは一体何なのかというところで、ちょっといろいろ考えてられるのかなと。 ただ、それは授業における目標があるからこそその項目があるわけで、それがやっぱりセットになっているということがとても重要なことなんではないかと思います。で、この問題っていうのは、先生が見えないところで受講者が何やってるのかなとか、その影響がちょっと不安だというところが大きいのかなと思うんですけどただこれは対面であっても、教員から見えないというのは多々あるわけですね。これをどうするのかっていうところで考えると、まあ、あまり実はそこは変わらない。ただ意識すべきポイントとその 強さですすねそれがやっっぱ変わってくるかなと思いますあとオンラインだからこそ変わるっていうのはやっぱりエビデンスが残るっていうのが最大の強みなのでここを最大限に生かすってことが大きいのかなと思います。 で成績評価ツールというところで、この4項目ほど代表的なものを挙げておりますが、あのまあ、対面であれば提出したかだとか点数だとか、そういったところを注力してみるというのが大きいと思いますけども、オンラインであれば、ですね例えばレポートであれば、標、まあ、説チェック、この辺はまは想像がつくかなと思いますが、テストであれば、学習管理システムの設定において、回答回数、回答時間というデータを取ることができますので、それを評価に入れるということもできます。でミニスペーパーはちょっと後で紹介しますけども、事、まあ、業参照の 事業資料の参照というところもログが残りますので、それを見ることもできるかなと思いますし、グループワークというのは、ここは非常に大きいところで、あの対面だと観察というところが非常に大きいのかなと、あとは、まあ、あのグループワーク終わった後の相互評価というのがせいぜい大きいところかなと思いますが、グループディスカッションのプロセスが残るというのは、オンラインじゃないとできないことかなというふうに思います。 レポート日本に話入ってきますが、まあ、この辺は皆さん想像疲れるところだと思いますので、軽くやりますけども、まああの事業新書、事業資料の参照のログですとか、レポート作成のプロセスを評価することできますよねということと、標、ま、設、あ、テックですね、まあ、アイセンティケート e というようなツールとか、コピペルナーというようなツールとかもありますけども、この辺は ICT がないとできない、この辺は評価といいますか、まあ、どうするかというところですよね、そういうの辺が大きく影響するかなと思います。 テストなんですが、あのやっぱり教調試験で一発ドンとやるようなケースも多いでしょうし、毎回の,あの小テストで形成的評価をやるっていうケースが多いと思います。大学によっては球、まあ、大も含めてですけども、LMS の,の小テストの機能を使ってやってるところもあります。で先ほど言いました回答回数、回答時間をデータとして記録できますので、これを評価の観点として入れるっていうのは、オンラインだからこそできることかと思います。 あのただ、やっぱりえと問題の特性ですね、必要と思われる回答時間ですとか、必要となる情報ですね、それぞれの問題アイテムの特性というものを教員が把握しておいて、それらのデータを使って分析することで、ちょっとおかしな学あの行動を取っている学生さんを特定して、サポートするなり、何かあのするという評価に含めるというようなことは可能かなというふうに思います。 まあ形成的評価という意味合いでは、こういうクリッカーですね、これは九州大学で提供しているクリッカーのツール、LMS で提供されてますけども、こういったものを使って、事、えー、業資料を読んできた上で、こういった問題を課すあれ、あれですね、選択肢を与えて、まあ、それでリアルタイムで集計して、そう グラフフでで表示しししててィードバックを返すすすとととといいうここももきままれれ評価点入る可能かと思いますあのまあユーザーがどういつどういう回答をしたのかというデータが全部残りますので、こういったものも評価に使えるかなというふうに思います。でミニツペーパー、あの初めて聞かれる方もい,いるかと思いますが、授業概要とか自分の意見、質問というのをじ毎回の授業、最後の方に書かせるものです。まあ、これをてあの提出することで出席という授業、まだ大学さんでもやられているケースもあります。 ICT 活用する場合は、e ポートフォリオですとか、そういう日常活用というのは想像できると思うんですけども、じゃあ、どう評価するのって話になってくると、まあ、文字数、まあ、そういうボリュームも簡単にカウントできるんですが、論理構造ですね、例えばなぜならばとか、理由を述べるようなところですとか、そういったところはあのクオリティ評価に使えますし、その辺の検索というのも、ICT は非常に効率的に、あの効果的にできるというところですので、この辺を有効活用する手はあるかなというふうに思っております。 グルーープワークですねこの後のご発表でもグループワークをされるというところがあるかと思うあの発表もされますけども、大体観察でやっていることが多いんですが、まああの、発言内容まで記録がやっぱり残ります、プログラミングでやるとしても、ですねソースコードをペアでやらせるようなグループワークということも可能になりますし、そのソースコードに相互にコメントし合うというようなこともやらせて、ですねそれを評価対象にするということもできるかなと思います。 何かしらアウトプットを出させるということであれば、その分業状態を把握できるように、例えばオンラインのスプレッドシートを使って、ガンドチャートを作らせて進捗を記録させるっていうことも一つの手かなと思いますし、まあ、実際、これ、私の授業はこれをさせて、評価対象にしてますけれども、こういったところとかもあの手としてはあるかなというふうに思います。 でグループワーク、じゃあ、あのいろんな記録が残るんだけど、じゃあどう、どう評価するのっていう話がまた出てくると思いますが、有用なツールとして、こういったものがあります、認知的存在感という、そのグループワークの、あのオンラインのグループワークのプロダクティビティを図るもの。 の指標ととしてあるんですけどもちょっと英語ですいませんあの日本語訳ちしたら誤解しちゃうかもしれないと思っているので、そのまま英文訳を、その英語のままそのまま載せてますけども、まあ、いろいろ指標がありますあの。詳しくは下に論文掲載してますのであの、こちらを検索していただいて見つけてくださればと思うんですけども、まあ、例えばあの学生さんの,そのキュリオシティですね、好奇心をあのあの刺激するですとか、その概念をその形成させる、あとは情報を共有させるだとか、調べさせる、ブレインストーミングに関係するような発言だとか、そういったような 発言が出てくると何かそのグループのプロダクティビティが上がっているというふうに評価がされますので、こういった指標を使ってあのグループワークの評価をするってことは十分にあり得るかなというふうに思います。この論文に実際に具体例も載ってますので、あのぜひあの興味がある方はご参照くださればと思います。 すみません、これ配布資料にないんですけども、プレゼンテーションでは非同期型のプレゼンテーションができるかなと思います。ムードルだと、フォーラムっていうあの機能があるんですけども、そちらにあらかじめ資料をアップロードさせて、プレゼンテーションをあの録画させるっていうような機能とかもあります。あの音声あの、データダイエットの話がありましたので,で、音声だけアップロードさせるっていうことも可能です。それを質疑応答したりとか、相互評価をするっていうような仕組みも使えるかなというふうに思います。 まあ、インターフェース上、こうなってますので、まあ、何かしらプレゼンテーション、事業に関する QA フォーラムになってますけども、ここを何か、あのー、タスクに関係するネーミング変えてもらって、質疑応答のフォーラムを作ってもらって、ビデオボタンを押すとレコーディングという形で、こういうふうにプレゼンテーションの録画をさせてあ、質疑応答するということも可能かなというふうに思います。 授業デザイン例というところで、まあ、これらのコンポーネントをいくつかポコポコと入れて、あのまあ、私の授業の一部なんですけども、まあ、あの考えたものがあります。まあ、授業目標としてはこんな目標で、えー、っと下にあの知識のインプット、論理構造だとか、あとは情報リテラシーを習得させることが目的となっている授業ですけども、あのまあ、事前に、まあ、反転学習じゃないですけども、資料をアップロードして、それを読まないとできないショールレポートを提出させる。 で、えっと、授業ではあの、まあ、ライブでつなぎますけどもあの、ライブで説明、グループワークに誘導したあとは、LMS 上でショーレポート書いてきてもらったショーレポートを情報共有して、それを紹介して、その小レポートに関係するディスカッションをさせるで、最後の方にその授業でやったような内容、議論とかをラップアップさせて、そのミニチュペーパーを書かせて提出させるというような形にすると、やってきているものがちゃんと授業内容に連動して、それをやらないとできない。でその辺の辺 実質にその事業に参加させてそれを評価していくということが可能になるかなというふうに思います。 ああととと全体的に使えるもももののしては総合評価というものもありますあのレポートの成果物等をまあ総合評価させるものとして、えー、と例えば Moodle のワークショップという機能があるんですけども、これは実際に自分が与えた点数と与えられた点数も全部記録が残りますので、こういったものを使えるというふうに思いますが、ただ学生さん、評価するの難しいので、何かルーブリックを提供してあげて、あのこういうものを使って総合評価するという手はあるかなというふうに思います。 ちょっと時間オーバーしますが、ラーニングアナリティクスっていう、最近は九州大学も注力してやってますけども、発展編ということで簡単な紹介させていただきます。もし大学さん、学校さんによっては、ですねあのそういうログを使って何か評価できる、何かデータを使って分析できるというような仕組みをお持ちでしたら、ですねあの例えば簡単なものでいいと思います。こういう学習記録と小テストとの相関を取って、何かおかしな行動を取っている人をちょっと見つけて、それをまあ何かしらフィードバックを与えたりとか、成績評価に生かすということもあの可能かなというふうに 思います、まあ、九州大学でありましたら、こういうような、これはたびたび n i i のシンポジウムでお話しされている、本学の島田先生が開発されたものですけれども、これ、実際私が使っているアプリ、本当に素晴らしいツールなんですけれども、ライブでまあ実際にどの資料をどれぐらいの時間、いつ、どれぐらいの人が見てるかということを、僕はこれを把握しながら授業をやってるんですけれども、こういった形で把握しながら、何かしらフィードバックする、ちゃんと参加しとるな、こいつというようなことを見ながら、それをちゃんと成績にも反映させるというようなことを仕組みとして取り入れることも可能です。 あの評価というのは、次の学びに生かすヒントだというふうに考えています。あのまあ、先週の鈴木先生のご講演じゃないですが、無理をしない非同期でできることを精一杯しましょうというところで、えっと、やはりあのライブ一発の評価ということではなく、非常時においては、形成的評価の積み重ねが重要で、それを重ねてフィードバックを与えて習得させていくというようなことが重要にな、評価の上で重要になってくるかなというふうに思います。 はいまあ、TA ということがとても重要になってきますこれ、教員1人でやるとすごく大変なんですけれども、九州大学でいうと、こういったような TA プログラムをやらないと、TA になれないという形になってますけれども、こういう TA の育成ということも今後考えていく必要があるかなと思いますすみまますすせんちょっとと時間オーバーバしました以上となります。